水芭蕉はですね、こういうふうに水辺に咲くものと思っておりまして、こういう水芭蕉がすごい綺麗ですね。水辺の水芭蕉ね、これからですね、今池湿原に入っていきます。今池湿原に到着しました。水芭蕉、ちょっとまだ雌しべが黄色くなっておりませんが、かなりの群生地ですね。これはもう戸隠のですね、自然植物園よりもかなり大規模な水芭蕉の群生地ですね。この木道をもう少し奥に行ってみましょう。はい、今池湿原のですね、ちょうど中心部にやってきました。大変素晴らしい光景が広がってますね。本当に水芭蕉のですね、大群落ですね。すごい広さです。そして、本当にまだ残雪が残るですね、山々が綺麗ですね。湿原は本当にまだ静かな佇まいですね。これが土日になるとですね、かなりですね、混んでるんだろうと思いますけれども、ちょうど普通の日に来ましたので、かなりいい、静かな今池湿原ですね。あちこちでですね、ウグイスの鳴き声が聞こえたりですね、どうも鹿の鳴き声みたいのも聞こえますね。熊もいるそうですんで、ちょっと怖いんですけれども、まあ人の気配がしますんで、近づいては来ませんね。戸隠でもですね、熊がですね、歩いた後見たことがありますね。大変自然の豊富なところですね。今池湿原第二ビューポイントですね。ここに来ました。今水の流れにですね、イワナが数匹、泳いでましてね、やはり本当に手つかずの自然という感じがしますね。こういうところにも、人が入ってきていいものでしょうかというふうに思いますが、すごい密度でですね、水芭蕉が群生してますね。これは本当に、戸隠の水芭蕉よりもですね、かなり、元気な水芭蕉と言えるんじゃないでしょうかね。この密集度は何でしょうか。本当に、素晴らしい水芭蕉です。もうここまで来ると点にしか見えませんが、白いのは全部水芭蕉ですね。はい、ちょっと逆光なんですけれども、本当に、綺麗な水芭蕉ですね。ここはちょっと日当たりがいいんでしょうか。水芭蕉がですね、のおしべのところが、黄色くなってますね。徐々に黄色く色づいてきてます。それではですね、今度は、次に小海平湿原の方に移動してみましょう。この奥にもう一つですね、湿原があります。